ニューストピックスです金沢中警察署に手品を高齢者に披露しながら特殊詐欺や交通事故への注意を呼びかける警察官がいます手品で少しでも印象に残り被害防止につながってほしいとの思いからです今回は市民の安全を守る手品市ポリスについて 社会部の村屋記者に伺います村屋さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますえ、ね、手品しポリス、はい、とてもユニークな取り組みですねそうですね、えー、戸橋交番の安田武氏巡査部長が市民のマジックを高齢者に披露しながら特殊詐欺や交通事故への注意を促しています、はい、安田さんの相棒の鳥の人形はオレオレ君だそうです オレオレサインから来ているんでしょうかね、はいえー、手品の技術は休日に地元のサークルで磨いているそうです、えー、ではどういったステージか気になりますね、はいえー、安田さんはカラスはカーカーサギはオレオレと泣きますよなどと話して <laughs>、はい、集まった高齢者を前に 何も入っていないことを見せた箱の中から鳥の人形を取り出したりして楽しませています、はい、で、特殊詐欺に気をつけてほしいというふうに訴えています、うんえー、人形の鳥は詐欺,詐欺の設定で連想しやすいようにくちばしや羽はピンクの折り紙で 折り紙を自分で貼っているそうです、はい、箱からは光を反射するたすきも出してみせて夜に出歩く際は着用しましょうなどと言っているそうです、うん、安田さんはどのようなきっかけで手品を始めたんですかはい。安田さんは白山市の駐在所に勤務していた18年ほど前に高齢者向けの防犯交通教室で手品を披露したことのきっかけにマジックを始めたそうです、はい、8年前からは金沢を拠点とするマジシャンイーグルズにに入会していて 休日はサークル活動で老人ホームや児童館を訪れて舞台に立っています1月からは西川地区のサロンでもサロンのージも出てるそうです、うん、県内では未だに特殊詐欺が相次いでいますねそうですね昨年1年間は県内で30件の被害が発生して被害総額は2849万円でした、はい、高齢者が被害に遭うケースが目立っています今年に入ってからも白衣紙の女性が約2200万円を騙しとられるケースが にされました。そういった中で安田さんの取り組みはとても大切になりますよね。そうですね。安田さんは交番勤務中は館内をパトロールしていて、地域の状況把握に努める一方、住民と何でも相談できる関係を作りたいと要請があれば気軽に。 高齢者の前でマジックを披露しているということです、はい、安田さんはマジックを見て一人でも多くの人が特殊詐欺や事故に注意してしようと思ってくれたら嬉しいと話していましたはい、実際その場にいると、はい、特殊詐欺の場面に出会うと訳が分からなくなることも多いですからうす、ね、こうやって頭に残っておくと、はい、いいですよね、うん、大事ですねはいわかりました今回は社会部の室谷記者に聞きました室谷さんありがとうございましたありがとうございました